ゴ奈ラ天皇は、日本の第105代天皇。イミナワ、知ヒ氏。明王5年12月23日、県中納言、ン、重ジ正明の屋敷で誕生。大英6年4月29日、五柏島原天皇の崩御に伴い戦争した。しかし、朝廷の財政は、窮乏を極め、全国から寄付金を募り、10年後の天文5年2月26日に、 ようやく神殿にて即意識を行うことができた。寄付した戦国大名はご法上氏、大内氏、今川氏などである。小奈良天皇は神筆の書を売って収入の足しにしていた。だが、清廉な人柄であったらしく、天文四年に一条防府を左この江大将に任命した際に密かに朝廷に全一万匹の献金を約束していたことを知って、 献金を突き返した。さらに、同じ年に即意式の献金を行った、大内義隆が、太宰第二への任官を申請したが、これを拒絶した。大内義隆の太宰第二任命は、周囲の説得で翌年にようやく認めた。工事3年9月5日、法御。法三6 1慈悲深く、天文9年6月、疾病収束を発願して自ら書いた。 半若心経の奥書きには、根治殿下大出番民太、お死亡。陳ためため頭母徳不の福、人事通縁、ひそか移し半若心経一貫を禁じ、初期ため疾病の妙薬これが人々に区くかでも、薬病の妙薬になってくれればと、切に願っている。との悲痛な時世のことを添えている。この社経は、大覚寺と大五寺のほか、二十四カ国の一宮に、 治められたと伝わっている。三河国、伊豆国、海の国、安房国、越後国、巣王国、肥後国のものが現存している。また、天文14年8月の伊勢神宮への戦名には、皇室と民の復興を祈願すると同時に、大城塞が再興できないことを、大城塞をしないのは、怠慢なのではなく、国力の衰退によるものです。今この国では、 王道が行われれず、政権履くの人もなく、利欲に囚われた下国城の心ばかりが盛んです。この上は、神の加護を頼むしかなく、上下和睦して、民の豊穣を願うばかりです。という趣旨で謝るなど、天皇としての責任感も強かった。三条に仕差ねたか、吉田金見荷らに古典を、清原信方から関石を学ぶなど、学問の造形も深かった。 漁勢も多く、五奈良院漁衆、五奈良院、五百種などの和歌集、日記、天長集を残している。さらに、なぞなぞ衆、五奈良院漁船何層は、貴重な文学資料でもある。五カ島ワ天皇の第二王子。母は、カジュの理姫の娘、ブラク門院、カジュウジ不二子。五奈良は、平城天皇の別称なら帝にちなむ。父の五カ島ワ天皇は、 寒武天皇の別称にちなんでおり、寒武平常に対応した追合になっている。深草北陵陵は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草坊町にある、深草北陵に事情されている。宮内庁上の形式は、法圏堂。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族とともに、天皇の霊が祀られている。灰塚が、京都府京都市東山区今、 熊野泉山町の泉牛寺内にある、月林寮にある。皇太子、る人新皇は、平成29年の誕生日前の記者会見で、上記の小奈良天皇による、般若心行を置く書きを、西尾市岩瀬文庫で見た思い出に言及。同様に薬病に苦しんだ民を思いやり、般若心行を謝経し奉納した、佐賀天皇など七人の天皇と共に、国民に寄り添う模範として挙げた。 ありがとうございます。